サマーラ。サマーラ、サマーラ、サマーラとも、は、ボルガ川東岸にある、ロシア連邦の都市。1935年から1990年までは、ソ連共産党政治局員、副首相、ゴスプラン議長等を歴任した、革命家バレリアン・クイシェフにちなんで、クイビシェフ、クーベシェブ、と呼ばれていた。ヨーロッパ・ロシアの南東部にある、サマーラ州の行政の中心、 人口は115万7880人。2002年、全ロシア国勢調査による。1989年ソ連国勢調査では125万4460人。で、ロシア連邦では、エカテリンブルクに次ぐ6番目に、大きな都市。ボルガ川が大きく、東へ屈曲し、サマーラ川が合流する場所に立つ。サマーラ市の西は、ボルガ川が流れ、 北はそこるい丘陵、東と南は、ステップ、草原が広がっている。サマーラ州のサマーラトリアッチシズラニを中心とした大都市圏は、重工業などが盛んで、全体の人口は300万人に達する。サマーラの生活は、ボルガ川とは切り離せない。ボルガは、サマーラ発展の鍵を握る物流と交易の道であったが、 それだけでなくボルガの幅広い流れが作る景観がサマーラを特徴づけている。ボルガ河畔の通りや公園はサマーラ市民や観光客のお気に入りの散歩道であり、この街を訪れた多くの文人がボルガ川に沿った長く美しい川岸の景色をめでてきた。1586年にタタール人に対する防衛の基地が築かれ、その後、 ボルガ地域の穀物の交易の中心地として発展した。機械工業、化学工業などが盛ん。宇宙船、ソユーズや人工衛星を作る航空宇宙産業の中心でもあるため、冷戦期には閉鎖都市にされていた。第二次世界大戦でドイツ軍がモスクワに迫った際には多くの政府機関がサマーラに移された。伝説では1357年に モスクワフ主教アレクシウス、後にサマーラの守護聖人となったがこの地を訪れ、ここに大都市ができること、その街は決して荒らされ破壊されることはないだろうことを、よしたとされる。ボルガ川の河口サマーラは14世紀にイタリア人が制作した地図にはすでに登場しているが、サマーラ建て市の正式な都市は、ボルガ川とサマーラ川の合流点に、ロシア南東の国境を、遊民族から守り、 火山とアストラハンの間の河川交通路も守る要塞、クレムリが築かれた1586年とされている。この要塞は、ボルガカ流やカスピ海沿岸やステップ地帯の彼方に住む東方の民との交易所でもあり、1600年には税関ができている。サマーラの港に入る船が増えるにつれ、サマーラは次第にロシアと中央アジア、 中東を結ぶ外交と貿易の中心となっていった。サマーラは、スチェパン・ラージンやエメリアン・プガチョフといったコサック出身の反乱者の軍に扉を開き、伝統的なパンと塩でもてなしている。火山県やアストラハン県に属していた1780年、サマーラは、シンビルスクを中心とする県の中の軍中心地となり、裁判所や財務委員会などが設置された。 1851年1月1日には新設されたサマーラ県の中心となっている。当時人口は2万人ほどであった。県の中心となったことで経済や政治、文化、市民生活の成長に拍車がかかった。19世紀末から20世紀初頭にはパンの取引や小麦個性粉業でサマーラ経済は大きく拡大した。サマーラのブルワリーは1880年代に 誕生し、ケニザーマカロニ工場、鉄工場、製菓工場、マッチ工場など食品工業や軽工業が花開いた。この時期、立派な邸宅や行政庁舎なども次々建てられ、1877年にはオレンブルクとの鉄道も通った。スボーチン家、クルリン家、シホバロフ家、そしてサマーラの製粉業の創始者であり、 サマーラ成長の立役者でもあるスミルノフ家といった人々の経営する商社はロシアのみならず各国に農産品や食品を輸出することで世界的に知られるようになった。また石炭を産するドネツタン電地方、ドンバスと金属鉱石を産するウラル山脈の鉱山地帯の中間にあると位置関係から金属工業や機械工業も誕生した。サマーラの急速な成長は 同時期に急発展していたアメリカ合衆国の和解大都市になぞらえられ、当時の人々はサマーラをロシアのニューオーリズ、ロシアのシカゴなどと呼んだ。20世紀初頭には人口は10万人を超え、ボルガ地方の交易、産業の大きな中心都市となった。1917年のロシア革命時にはボリシェビッキが姿勢を掌握したが、ロシア内戦が始まり、 1918年6月8日には、チェコ軍団に支援された憲法制定議会議員委員会、コムーチッサマーラを占領した。ボルシェビキの反対党派出身者が多く民主主義的な反革命を標榜する彼らはソビエトを解散させ、一時はボルガ流域の広い範囲の1、200万人近くの人々が住む地域を治めたが、1918年10月7日に、 赤軍第四軍により、サマーラが陥落し、崩壊へ向かった。1921年、サマーラを大基金が襲った。人々を救うため、極地体験家フリチョーフ、南戦、フレッドティフ南戦、デンマークの作家マーティン・アナセンネクセ、エムアンデルセンネックス、スウェーデン赤十字社、アメリカ合衆国から駆けつけた人々などがサマーラへ訪れている。 1928年にサマーラ州が設置されるとその州都となり、1935年にはバレリアン・クイビシェフの栄誉を称えてクイビシェフと改名された。独ソ戦時、クイビシェフはモスクワがドイツ軍に占領された場合のソ連の臨時首都候補に選ばれた。1941年10月にはソ連、共産党幹部、政府機関、各国からの外交官、 文化人などがスタッフと共にクイビシェフへ避難した。ヨシフ・スターリンのための遠平号も建設されたが、これが使用されることはなかった。クイビシェフは、ソ連有数の産業都市として、赤軍の武器製造に大きな役割を果たした。独ソ戦の開始直後には、クイビシェフは、戦闘機、火器、弾薬を前線に供給した。1 9 4一年十一月七日の十月、 革命記念日には、クイビシェフの中心の広場で、大パレードが挙行された。1942年3月5日、ドミートリー・ショスタコービチの公共曲第7番、レニングラードが、サムイル・サモスード式、ボリショイ劇場オーケストラの演奏で、クイビシェフ市のオペラバレー劇場で初演されている。市の健康センター、および、病院のほとんどは、前線から送られてくる兵のための病院とし、 ポーランド人部隊やジェコスロバキア人部隊が、ボルガの軍管区で結成された。クイビシェフ市民の多くも、兵士となり、前線へ出ていった。1943年夏までクイビシェフは、ソ連の臨時首都となっていたが、モスクワへのドイツ軍の脅威がなくなったため、同年首都機能はすべてモスクワへ戻されている。戦後、国防産業、軍需産業がクイビシェフで急速に発展した。 既存の工場も軍事工場に代わり、新たな軍事工場が建設され、クイビシェフは国内外の人々の立ち入りを厳しく制約する閉鎖としとれた。1960年にはミサイル関連産業の中心地となった、人類初の有人飛行を成し遂げた、ボストークロケットはプログレス工場で建造された。宇宙飛行士ユーリーガガーリンは初飛行後に、 クイビシェフで休息しており、プログレス工場の工員たちに地球機関後発のスピーチを行った。またクイビシェフの工業はソ連の宇宙計画のみならず航空産業にも大きな役割を果たしている。1942年末にクイビシェフで組み立てられた対地攻撃機粒子にいる -2 のうち1機が現在もさまらにモニュメントとして置かれている。 この機体は1943年にカレリア上空で大破した者の,の重傷を負ったパイロットのケイコトリア・ロフスキーが近くの湖に胴体着陸させたもので1975年にクイビシェフに運ばれ大祖国戦争で戦った兵士やパイロットの記念碑として大通りの交差点に設置された1991年1月、使命はクイビシェフから歴史的な サマーラの名に戻された。21世紀初頭のサマーラは、ロシアの工業の中心の一つであり続けていると、同時に多民族が共存してきた都市として、多くの歴史や文化財を抱える都市でもあり続けている。気候は概ね大陸性気候であり、夏は暑く冬は寒い。真夏の気温は24摂氏34度、76、下市94度ほどまで上がり、 真冬の気温はマイナス14摂氏34度、6カシ30度ほどまで下がる。夏でもあまり暑くないと思い込んでいる人もいるが、月平均の最高気温が、摂氏30度、カシ86度ぐらいまで上がることもある。乾燥しているため、昼夜の気温差も激しい。サマーラには、初等教育から高等教育まで多くの教育機関が集まり、 ボルガ地方の教育と研究の中心になっている。12の公立大学、13の私立大学、26の短科大学があり、医学、物理学、工学、航空宇宙工学、夜勤工業、鉄道工業、電気通信、法学、美術、演劇、音楽などを教えている。サマーラ国立航空宇宙大学、サウはロシアでも、 有数の科学技術系大学であり、ロシアの宇宙計画やミサイル防衛を支える人材を輩出している。サマーラ国立大学は法学、社会学などに強い大学である。ロシア科学アカデミーのサマーラ研究センターは、物理学研究所サマーラ支部、理論技術研究所、画像処理システム研究所などからなる。サマーラには多くの劇場があり、バレエや、 オペラも上演される。この地に暮らした小説家には、サマーラ付近に農園を買い家族と暮らしたレフトルストイ、サマーラで幼少期を過ごしたアレクセイ・ニコライヴィッチ、トルストイ、ロシア内戦中にこの地で小説を書き続けたチェコの作家やロスラフ・ハシク、この地の新聞社で働いたマクシム・ゴーリキーラがいる。サマーラは、ロシアサッカープレミアリーグに所属するサッカークラブ、 クリリア・ソベトフサマーラの本拠地である。また女子バスケットボールのクラブチーム VBM スカウもあったが、2007年のシーズン前に、くスかに売却された上モスクワへ移転してしまっている。2018FIFA ワールドカップの開催都市の一つとなり、サマーラアリーナが会場として使用された。大会後は、ロシアナショナルフットボールリーグに所属する、クリリア・ソベトフサマーラの本拠地として使用される。 主な産品は、アルミニウム、航空機、発電機、化学製品、金属、ガスパイプライン部品、ベアリング、ドリル、精密原子機器、クレーンほか、建設機械など、n d クズをツオフ記念様ら科学技術複合の所在地である。周囲の農産物を生かした、穀物、ビールウォッカなどの種類、チョコレートなどの菓子などといった、食品産業も有名。 1964年、ソ連中央部で産出する石油をエネルギー資源の少ないソ連西部やヨーロッパの社会主義諸国へ供給する目的でドルジバパイプラインが建設された。2009年現在、ドルジバパイプラインはロシア及びカザフスタン産の石油をヨーロッパに輸出する最大のルートとなっている。サマーラはパイプラインの起点であり、ここには西シベリア、ウラル、 カスピ海からの石油が集まってくる。サマーラは、ボルガ地方の交通の中心地の一つである。クルモチ国際空港、空府は、ロシア国内のほか、中央アジア諸国やヨーロッパ、プラハ、フランクフルトアムマインなどへの便が必要。鉄道は、サマーラ駅から、モスクワほかロシアの様々な大都市への列車が通る。2001年には新駅舎が完成した。高速道路は、 モスクワとウラル山脈地方を結ぶ M5 幹線道路が通っている。古くから物流の主役であった河川交通も健在であり、川沿いに不当などがある。市内にはサマーラ地下鉄が走る。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。